はいどうも皆さんこんにちは、ひのです。皆さん、強いねポケモンを作る上で必ずと言ってもいいほど避けられない作業、厳選作業というものがねポケモンには存在するんですけども、数々厳選作業の途中で生まれた数々の、ね、恵まれなかった子供たち、この子らねどうするか、廃棄っつったらダメだな、ちょっとね処理にね困るんですよ。で逃がすってやってもちょっとなんかもったいないじゃないですか。ということで今回はね、このボックス銃全面、この参拝たちをミラクル交換で交換して、このボックス銃がねどれほど個性的なものになっていくのか、もうジャラコだけのねボックス銃がどれだけ色鮮やかに変わるか検証していきたいと思います。はい、それではねまず1匹目のジャラコ飛ばしていきたいと思います。頼む、いいのに変わってくれ。はい、おっと交換完了、来ました。さあジャラコがどうなるか、バイバイジャラコ、オッケー、行ってらっしゃい、もう二度と帰ってこないでしょう。お、化石のやつになった。まあまあいいんじゃないですか。なんかよくわかんないけど化石のやつ強いって聞きます。ドラクビブッシュが送られてきた。ブッシュ、名前読めない。まず、まあ、1匹目結構いいんじゃないでしょうか。それでは次行ってきましょう。あ、2匹目完了しました。オッケー、リック、オッケー、リックさんありがとう。何かかる、あ、キャタピーか。まあ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 ね、まあいいよキャタピーね、オッケー。はい、交換完了しました。何が来る、お、ひどいで、どひどいで見たやつだ。ヤクデか、ヤクデだわ。交換出しつつ何 V か確認。5V、 ヤクデ 5V、 いいね、いい答え、ありがとう。じゃあ行きましょう、どんどん続けていきましょう。はい、ということで、1ボックス分のねジャラコ交換し終えました。それじゃあねどうなってるかちゃんと見ていきましょう。それじゃあいきます、ボックス R。 はい、ここら辺はね映したんであれなんですけど、もうすごい色とりどりになりましたね。ちょっとね V で見ていきましょう。何がねいいポケモンなのかわからないんで、ちょっと V で判断していきたいと思います。でも V 以前にちょっとこれ見て、これすごくないですか。ミラクル交換で御三家、ヒバにメッソン、サルノリ、これ全部揃ったっていう、すごくない？これ嬉しいんだけど、結構嬉しいですね。じゃあねちょっと V の方を見ていきたいと思います。はい、 2V、 0V、 5V、 こいつ強いね。0、0、4V、 こいつもなかなか、1、1、0、0、4、0、2、0、4、1、3、0、0、4。これモノズさ、僕めっちゃモノズ欲しかったんですけど全然出てこなかったんで、すごい嬉しいです。しかも 4V っていう、もう大切にね育てていきたいと思います。じゃあ次続きましょう。まあね、なかなか5V1匹いるだけすごいですね。まあ、あとねこの御三家、あとポニータ、モノズをゲットできたんで、結構なかなか美味しいんじゃないでしょうか。あとねこのミミッキュもね、めちゃめちゃミミッキュ強いんで、すごいありがたいですね。まあ持ってるんですけど、ボックス1ボックス分マジカル交換してみた結果こんな感じになりました。最初の黄色とシルバー色一色からね、だいぶカラフルになりましたね。ということで皆さんもね、深余りがあったらマジカル交換してみるとね、いいポケモンがもらえたりするのでいいのではないでしょうか。ちょっと日本語が変だけど。ということで今回も見てくれてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバーイ。